さあ、地下棒はこんな感じで召喚魔法ゲット。武器とかは出なかったな。あ、で、ここ、これか。あの、細いとこ渡るやつか。じゃあね、もう一個の方行こう。予備霊だっけ？霊予備か。ここ行こう。で、レベルは上がるかな？あ、聖杯瓶。おー、回数来た。5つなんだ、これ。マジか。溜まったみたい。じゃあ、11さんいいね。12に、11さんこうだろうな。と、レベルは上がるね。なんだろう。あ、50以上はもう、1ずつしか上がらないわ。攻撃力。となると何？筋力は上がんないわ。武器なんだっけ？筋力関係ないんだっけ？筋力 E だって。進行。体力上げるか。体力。まあ、また40目指すか、このまま。精神力。5増える FP が。まあ、生命力でいいでしょう。よし、では、ここが、霊呼び。これ、竜か。どっちから来たんだっけ。そっから入ってきたので、戦士が必要だ。じゃあ、俺、これで行くわ。行くぞ。穴。床抜ける系これ。助けてくれ。え？急に？やばいの？罠に注意。あ、落ちてるよ。落ちたらまずいのかな？飛び道具。お？あいつだよね、要は。それはいいよ。アルテリア？帰り道な気がするね、これ。暗いな。で、本来奥にいるはずの霊呼びを今倒しちゃったから、敵がいないんじゃない？もう癒しがある。わあ、いっぱいある。ルーン10、ルーン英雄の1、ルーンの子、子なのかな。もうずっと子って呼んでるけど。アイテム拾い放題だけなのかもしれない。もう そうだよね。あいつ霊呼び倒せてなかったら永久に湧くってことでしょ。What？うわ、いる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 。うえ、時間差です。侍に注意。あれ、群れがあるぞ。本当は上から落ちてくんのかな、これ。っていう気がするね。本当は上から落ちてきて。あれ？あなたは？稲葉。
沖縄のなんだって？消えちった。誰だったんだ一体。霊呼びとは関係ないやつだったね。あ、いる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 。ルーンが美味しい。基本的には、あ、同じ居合使ってる。隠密、奥にまたじゃいるのか、霊呼びつむりがいるのか。亡霊、霊なんだね。遠吠えだ。2体いるってこと？こいつが。あれもそうかな？あ、違うわ。あれか。うい。侍来た。あれ、今の侍は霊だったね。向こうが道っぽい。なんかすごい綺麗なとこだね。水が発酵してる。ルーンの6。おっと？おお！お、ちょっと待って、これ。侍用の洞窟？もしかして新しい刀とか手に入ってちゃったりする？どう変わる？変わるね。大剣閣沖縄の子弟って何て読むんだっけね、の稲葉衆の装束。稲葉衆は彼らを捨てた死を追い続けた。尋常に切り結び死山結芽に死すために城備えは、あ、新装束なんだこれ。つまり死狂いである。行くしかねえわこれ。オッケー。おお、変わった。侍ではある。ちょっとなんかボロッチーというか、あまり言うほど白くはないね。銅が白いか。そうかそうか。あ、でも白いって感じでもないか。変わったぞ、ついに装備が。100時間以上プレイしてようやく防具が変わった。あれはホタルか。ホタルだ。防具があるぞ。あったよ。稲葉衆がまだいるってことね。おそらく神。神か。ノロマ？あ、ボスだね。睡眠有効って書いてあるね。太ったやつ。眠、うわー、太ったやつって言うと俺、あいつしか浮かばないんだけど。神肌のでかいやつ。じゃなきゃいいけどな。あ、違ったわ。あ？神肌じゃねえかよ。なんでお前いいんだよ。もう覚えてないよ。しかも亡霊っぽいけどな。
うわ、いってこっからか。まあ、そらそうか。どうしよう。あいつ倒してから落ちよう。あれ、でも意外と広いの、こっち。ないでしょ。分かってる。なかなかたどり着くまでが結構大変な予感はするのだが、うわー、いてー。神肌どうしよう。落とし穴落ちた方が実はボス戦までが早いのかな。なんていうこともあるかもしれん。まあ多分駆け抜けちゃっていいんだろうな、そこ。音がやだな。稲葉衆来てる。どこだ。ここか。やめ、ため消しちゃった。違う違う違う。まあ、柔らかいわ。柔らかさはあるよ。相変わらず使わせてくんない。トラウマよね、正直。いや、遅いねそれ。爆発する、するわ。それはさすがに体が覚えてる。あの、それずれてない？いってあぶね。よっしゃーい。嘘だろ。正気ですか。ちょっ
嘘だろ。マジこれ。うーえげつねえなー。あーどうし。何がいいんだろうな。陰鉄でいいんだろうな。いやーやーべえでしょ。絶対やべえでしょ。でしかも戦闘まで結構大変だから。いや思い出さないときついぞこれ。さすがにしゃがんでくか。あそこは侍もいたんだよね。なんかね、切腹しない？稲葉衆やば、強くね？うわ、やべえ。やべやべ。あぶねえ。たどり着くまでに。あ、しかもあれ復活じゃないの？やばいやばいやばい、どうしよう。たどり着く前に瓶がなくなる。間違えた。えげつねえ。倒したが安全か。うわどうしよう。2連チャン、2連チャンやだ。いやこれはね、ちょっと落とし穴落ちてみようか。そっちの方が実は近道なのかもしれない。あとちょっと瓶変えよう。いやー一個でいいんじゃない。神肌シフト間違えたするとやばいのかな。あ、ここか。はい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 。いやー危ない。
あんまり変わらん。切腹してんのよ。無視してこう。ほっ。めちゃくちゃ侍の音じゃないこれ。取ったぞ。あとは頑張るだけ。まあまあ柔らかいのは。まだマシ。あぶねえ。うわ。これは持続ダメージみたいなの食らったな。やられるたびに ランタン外れる？また切腹してる。まあ駆け抜けるしかないわ。また切腹したな。どこだ。待て待て、ちょっとどこどこ。あった。離れると飛び道具ですよね。ですよね。いや、戦技いらないはずなんだよ。でかいのもいるから、一応 FP 取っとこうね。無造作なのが早い。ジャンプが有効。思い出してきた。これ好きない。ないのよ。いける。
ちょっと待って待って待って、全然覚えてない。長えな、多い連撃が多いな。いやーモーションかっこいいんだよな。転がるんだろ。いってまだかよ。やめて。何を好きとしてみればいいのだ。ダメだって、ダメだって。ダメだって。おお。いやー遅いな。ジャンプ攻撃と飛び道具。うわあ、ジリジリしてるな。あれを食らうと一発で終了する。頭の方を向いちゃってこっち向いて切るっていうのはもう最悪だよね、あれね。違う違う違う、あれは隙がない。いてやっちった。真ん中あたり出てくる。隙がもう、マジでわからん。2回やる。
あれ結構残ってんだよな。2回やるんだ、忘れてた。危ない、遅いな。めっちゃ長い。まずそれから始まる感じ。これでいいの、もしかして。これだったか。うめえ、いて。この侍の武器があったということは、防具があったということは、もしかしたら新しい刀があるかもしれないっていう、その一縷の望みが俺を突き動かしています。また切腹してる。まあこいつは、気抜くとやられんだけど、やられんだけど、やべえ。切り抜くと、今度こそ。いや、本当ダメージはかなり通ってる。いいペース、いいペース。あの三連撃がやばいんだよね。いやー、フードの頭の顔がやだね。よく使うな。あと9個ある。違う、ボタン間違えちゃってんな。ロック外しのボタン間違えてる。早いね。やべ。よし。この辺？これダメージ食らっちゃうんだよね。おっせーなー。
やめだめやめだめ。この体型で歩きとか警戒なんだよね。まずそれからね。わかった、わかったよ、対処方法。いいよ。それ好き。でかいのかな。わからん。おっせーなー。うわー、かなり分かってきたって言うと失敗するんで言わない。出血入ってんのかな。亡霊っぽいからさ。相変わらずあれずっと早い。まあ神肌初遭遇時はね、3時間ぐらいかかったからね、合計。それを考えればね。いやいや、それを考えても辛いけどな。あと機種のでかい方がな、いまいち分かってないっていうのかな。まあいいペース、いいペース、いいペース。あぶねえ。伸びない時もある。いいよ。この辺かな。あー、見えなかった、モーションが。
でかい方の一戦マジやべえな。あれあれか、ちょっと いや、ダメージは本当によく入るので絶望感はあまりないよ。2体目で出てきた時の絶望感やばかったけどね。遅かったか。うわ、ちょっと待って。あれはなぁ、歩き速度速くなってない？しっぽ。ダメだ。一線気をつけないと。じゃなくても気をつけないと。の方がまだわかんねえな。どうしよう。それが。うわ、ちょ待って待って、遅いのか俺。やば、危ねえ。いや、一発目食らっちまうな。危ない。覚えないと勝てない。痛えな。あれも
いやー、まずビヨーンから、まずビヨーンだよね。食らうわ。最初から走っていいのかな。一発目転がってからかと思ってたんだけど、ダメなんだ、前転ダメです。これはさ、いやー、慣れてない分騎手の方がマジやばいね。やっちまった。あの速さ、やぶっ、短い。ドゥ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 、おい、この辺？怖すぎでしょ。いやー、2回来る。いやー、叩きつけも、もう最初から右回りにしよう。それでいいじゃねえか。いいよ。もうちょい飛んでもいいんだぜ。本当に？そっちか。ナッコ。まだか。ちょっと待って、角度、角度、おい、ちょっと、にょちょっと、はぶねー。3人目とかやめろよ。
あ、びっくりした。あー、焦った。おくるみ、おくるみ、なんだ俺。おくるみと黒煙の儀式。こっち？これだ。黒煙の儀式、自身の周囲炎上に黒煙の柱と、おくるみはキーアイテムかな。タリスマンっぽかった。これだ。攻撃が連続すると1秒回復する。おお、面白。へえ、いやデザインよ。俺期待したんだけどな、侍の武器を。特にねえのか。そうか、分かった。変えるか。まずはここじゃない。やったよ、強かったな。まあさすがにここに隠し扉とかないだろう。え、ないよね別に。卑怯者、排泄。ワンワンがワンワン言ってるね。出るか。そんな感じでですね、これあれか、凍える竜か。竜どうしよう。あとなんか袖が長くなって、なんかちょっと落ち武者っぽくなったというか。でもなんかデザインはかっこいいねこれね。いいんじゃない。やっぱ二刀でいけるか今後は。がいいよな。となると、あ、レベル上げるか。あの霊呼びのカタツムリ、霊なんだっけ、呼びつむりだっけ、なんだっけ、あいつが2つぐらい使えばいい。あいつがあの神肌をさ呼んでたっていうことは、相当やり手の霊呼びつむりだったんじゃない。これで上がる。とりあえず体力上がんねえわ。あと1000ぐらいだ。すごい適当。200だよねこれで。体力上げて、いやこれね、どうしようかな。やっぱ専用のパラメータにしないと結局弱くなるなっていうイメージだよね。とりあえず体力はまた40目指すとして、進行がなあ。でもあれか、あれは良かったのか、狂い火は。クリベル良かったから、まあ雑魚敵相手とかに、まあ狂うんだけどね俺も。まあこれはこれでいいのか。クラゲも狂うのかな。あんまり赤くなった。クラゲ200ぐらいもらえるのか。あと今後どこ行くかだよね。倒してないのが竜と、ちょっと奥行こう。竜となんだっけ、星見の廃墟ってなんだっけ、これ何がいたんだっけ。腐ったあれか、腐った鳥と、俺あれか、お姉ちゃんか。お姉ちゃんは地下まだわかんねえんだよ。で、これがクリアした。で、あとドラゴン、あーまだか。そうか。アイコンは消えないわ。で、ここも終わったんだよ、今日。ソウル、屋上と、え？こっちか。え？こっちのさ、巨人の方に行けないじゃん、こっから。どうやって行くんだ？こう崖だよね、ここね、結局。ここも行けてないし、
竜倒さなきゃダメ？まだ行けてない場所結構ある感じだから、これ取りに行かないと全然わかんないわ、このマップね。なんか一回なんか手詰まり感はちょっとあるよなわけなんで、なんか久々に誰かに会いに行ってみる。最後に吉手商人、ああどうしよう、獣の司祭3つ今あるよ、根っこ確か3つか4つあるよ、根っこ。ゴーリー、サリアか、サリア風浪でしょ。 あとあれだ、腐れ竜だな、ここな。これもやってないんだけど、倒すと何もらえんだろうな。まあいいか。なわけで今回ここまでにして、次回がまあ、この奥行くとか、あとこの竜を倒さないとちょっと開けない、ずっと吹雪いてて見えないから、竜を頑張って倒すすると行けるところは広がるかもしれないね。こっち側に行けてないんだよ。でなんか橋がなんかあったよね、これか。ここの橋を架けるためのギミックっていうのがどっかにある。実はこの奥の方とか行ってないもんね。だからここの鳥倒してこの奥の方見に行ったりとかって感じになってくかな、今後は。お姉ちゃんはどこにいるんだろうね。なわけで一旦今回ここまでにし、次回またいろいろと考えましょう。そんな感じで装備変わった、嬉しいね。また次回、それではまた。